皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022イベント情報を紹介していきます。はい、ということで本日緊急メンテありましたけど、イベントをね、設置してくれましたので GP が稼げるようになりました。まずはワールドワイドクラブズというチャレンジイベント、これは対人戦、そしてスパニッシュリーグというツアーイベント、これはコム戦ですね。それぞれ設定されました。まず対人から見ていきます。ワールドワイドクラブズチャレンジイベント、期間は1週間、木曜日までですかね。今回ドリームチームを使ってクリアすることができます。対人戦ですね。クリア条件は各チャレンジで勝ち点を獲得すると、クリアすることができます。全部3試合中いくつ勝ち点取れるかっていうものですね。チャレンジ1とチャレンジ2は基本的に内容一緒で、初回 GP が2000とちょっと少ないですかね。そしてトレーニングプログラムっていうのが1000分、そして2回目以降は 100GP 少ない、今まで500でしたからね。そしてチャレンジ3だけ初回報酬が 4000GP、 そしてトレーニングプログラムが1000が2枚もらえます。2回目以降は同じく。もう結構 e フットボールをやってる方はこの画面も見慣れたもんでしょう。はい、入ってみましたが、もうこれも見慣れたもんなので、普通に試合やっていくだけですね。対人戦になってますのでお気をつけください。はい、続いてツアーイベント紹介していきます。期間は10日なので25日ぐらいまでやっていることになりそうですね。こちら、まあそうですね、アプリの方にはツアーイベントっていうのがあったので、アプリやってればちょっと馴染みあるかなという感じなんですけど、コンシューマー版としては初めてのイベントになりますので、その辺も詳しく紹介していこうと思います。はい、まずはですね、 AI と戦うんですけど、まあコム戦ですね。ドリームチームを使っていきます。期間は先ほど言った通りになってます。選手ボーナスというものが設定されていて、スカットに以下のリーグの選手を加えると、その人数に応じて多くポイントを獲得できるということで、試合をやるとポイントがもらえるんですけど、1試合分のポイントが多くなるので、今回対象がプレミアリーグ、あとリーグアン、セリエア、ラリーガ、この4つのリーグの選手を入れることで1試合のポイントがかなり高くなりますので、なるべく入れていただきたいという内容です。これはベンチも含めてですかね。はい、そしてイベントポイント報酬なんですけど、各ポイントに到達することで GP トレーニングプログラムというものがもらえます。最大は一応3000ポイントが区切りになっていて、GP でいうと15万 GP、 そしてトレーニングプログラムは5000ですかね。このようにもらうことができます。ちなみにそれ以降に関しては1000ポイントごとに 100GP なので、そんなに美味しくはないです。はい、まずはですね、このような画面になります。累計ポイントは分かります。貯めたポイントの数、そしてゲームレベルボーナスっていうのがあります。四角を押すことでゲームレベルというのを設定を変更することができます。コムのレベルですね、ビギナーから最大はレジェンドまで、これが一番難易度を下げた場合のボーナス値になりますので、ビギナーが、1倍ですね。で、選手ボーナスは同じとして、勝利すると448ポイントしかもらえないみたいなところです。ゲームレベルボーナス、レジェンドにすることで 2.6 倍もらうことができるんで、勝利すれば、1000ポイント超えてくるということなんで、1試合投下するんですけど、まず勝利をしないといけませんので、本当自分が勝てるレベルでやる必要があります。なので自分の実力に合わせた相手のね、レベルを選んだ方がいいと思います。まあ結構勝てるならレジェンドでも多分いけるんじゃないですかね。とりあえず自分はレジェンドでやろうかなと思ってます。ただちょっと苦手だなという方は、まあビギナーまではいかなくてもプロフェッショナルとか、その辺に設定するといいと思います。ちなみにゲームプランの方を自分を覗いてみると、こんな感じのスカットを組んでいます。今回ボーナスに、レジェンド選手は入っていないので、本当は避けた方がいいです。現役の選手で、まあ、5大リーグというか4リーグか、そこから本当は選んだ方がいいんですけど、まあ、選手持ってないうちはちょっとこういうスカットになっちゃいますかね。選手いるのであればその選手たちを使うのがいいと思います。そうすることで選手ボーナスのところ上乗せされたり、もしくは減ったりとか、そんな感じになると思います。はい、なのでもうしっかりと勝利できるレベルを選んでいくことが非常に大切なので、ぜひその辺もしっかりとやっておいてください。一応コム戦ちょっとだけ放置試したんですけど、できなかったっぽいんで、またね、やってはいこうと思うんですけど、なかなか放置は厳しいので、本当に勝てるレベルを選ぶのが非常に重要です。はい、まあ、詳しくはまた別でなんとかね、動画を作っていこうと思いますので、その辺もチェックしてください。はい、ということで、まあ、対人イベントを割と回していいのかな。コム戦楽しい方はコム戦でもいいと思うんですけど、とりあえず3000ポイントだけ貯めて、あとはチャレンジイベント対人戦を回すのがいいんじゃないかなというふうな感じで自分は考えています。ぜひその辺もチェックしておいてください。はい、ということで、まあ、期間過ぎてもまた次のイベント来ると思いますので、その辺もまたチェックしてみてください。はい、ということで今回は以上になります。こちらのチャンネル e フットボール情報をいろいろ紹介しておりますので、
細かいところから深いところまでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。